三塁線はいっぱい、ベースに当たった。スパンジェンバーグがラインいっぱい見たんですが、ベースに当たってこれがヒットになりました。ランナー二塁一塁。これはもあの前で取ろうっていうのは難しいですね。難しいですね。もう、まあ、決めてですね、はい、あの打席だった方がいいですね。今より少しボール今日は3連戦の操作と危ない。森がよく取りました。これもよく取りましたね。そうです。キャッチャーですが、もう4本目のホームラン、第4次戦で3本です。冷静に振り返ってらっしゃいますけども、まだ19歳ですよね。一応19です。そのマウンドでの落ち着きの自信の源というのはどんなところにあるんですか。まあ、落ち着いてはいないんですけど、顔に出てないだけで本当は心臓バクバクしてます。